皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、モンスターハンターダブルクロス実況プレイのパート21やっていきます。さあ、前回はね、ライゼクス、バルファルクの影響で暴れ出した4体のモンスターのうちの1体を討伐いたしました。で、今回もまたの残りの3体を倒しに行きます。今回潰していくのは熱雷の電流コン、ライゼクス素材でまだ強化はできていない状態ですね。へっスレイ出ていこう。手に持つのは雷属性の武器というわけで、戦っていくのが玉三つね。多分大丈夫だよね。よし、行こう。マップがわかる。マミツネか、あんま好きじゃないんだよね、戦うの。間違いなくディドバルドの方が強いような気もするけどさ。よいしょ。ほい。はいはい。ダイほい。行くぞ。こいつが意外と硬いんだ。どっか壊しましたね。うん、背中壊した。こいつの総中っこも鍛えたいからな。
まあ理由はかっこいいから。よし、よっしゃ、ポッ、よっしゃ、あ、受けちゃった。あわ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 、爪が勝て、はい、逃げたか、高級薬うちの猫ちゃんかな、タンポポか、いや、え、あー滑る滑る、痛い、さすがにトサカに来ましたか、トサカねえだろう、そういうね、ツッコミだったんだねツッコミ出てる場合じゃないね、向こうも本気出してきてるよ、はい、ちくしょう、あ、これね、なんだこの爪、壊れにくい、なんだあいつ、だんだん自分の泡制御できなくなってるぞ、大丈夫か、あら、いやせっかくだからこっち使おう、でも結局罠使ってねえし、いやディノバルドに取っておこう、あわ、そう、あー何これあ
よし。ルドルス邪魔。さあ、ラストスパート。よしよしよし、ついでに片っぽを爪を折ったけど、多分両方破壊しなきゃダメだよね。まあいいか。鱗って剥ぎ取ってんのに液しか取れねえし、鱗って最後この辺貝でも取れるじゃん。畜生。よっしゃー。ほい、では今回はここまでにしておきたいと思います。さて、暴れ出しているモンスターも残すところディノバルド、そしてガムートの2体、次回も引き続きこれらのモンスターを討伐していきたいと思います。はい、ではモンスターハンターダブルクロス実況プレイのパート21はここまでにさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、まで見てきれなー。